っちも遊びでやってんじゃないんだから、きちんと改ざんできないようにね、PDF ファイルに送にして、メールで添付して送ってるんだから、うん、ちゃんと確固たるね、証拠があるから、督促してんの。ほうほうほう。わかる？総務省の管轄管理部が、そのアダルトサイトの業者に委託するっていうのは、どう考えてもおかしいと思うんです。いや、その財産を差し押さえることだけ委託されてるの。アダルトサイトは委託されてないから。それはじゃあずっと払わなければ、総務省から差し押さえが来ると。総務省管轄管理部による財産差し押さえとなる。と、書いてあるでしょ？まあ書いてありますよ。これ本当かどうかわからないけど、本当なんですかこれ。本当だよ。じゃあ、それ来てからでも遅い。ってんのかお前。いやいやいや、いや、なんでそんな急に荒くなるんですか、そもそもそれが。うん。こっちがね、真面目に話してんのに、なんかね、揚げ足取るようなことばっかり言ってっから。